これは菅首相が国民一人一人を犠牲にする棄民政策です。はい、こんにちは。そしてこんばんは。白坂和也です。菅首相がとんでもないことを言っています。菅首相は8月2日、関係閣僚会議を開き、コロナの感染者について入院の方針を変更しました。これまではコロナに感染すれば原則入院、ホテルなどの宿泊療養でしたが、これからは患者の多い地域では重症患者、重症リスクの高い患者しか入院できません。それ以外は自宅療養、すなわち入院できずに自宅に放置されることになります。つまりこれは医療体制の方針大転換であって、政府が国民を救済しようとしない、いわば棄民政策です。なのに菅首相はこれだけ重大な決定をしていながら恥じ入ることがありません。本来ならば菅首相が国民に謝罪し辞職しても不思議ではない大問題なんです。今の状態を分かりやすく言うと、菅首相はコロナ対策に失敗したんです。そして医療崩壊を引き起こした。だから入院患者を間引きし始めたんです。しかも菅首相はミスをしたことを認めておりません。しれっと医療体制の方針大転換を行っています。菅首相がコロナ感染の封じ込めに失敗したことで、病院も患者でいっぱい、宿泊療養のホテルも患者でいっぱいになったということなんでしょう。だから入院は重症患者だけに絞って、あとの軽症患者、中等症患者は家にいろと無理筋を通しているわけなんです。しかしとりわけ中等症については、我々が持つイメージと実際の状態については大きく乖離しています。つまり中等症といえども、その症状はかなり厳しいということ。厚生労働省の発表によると、中等症は中等症1と中等症2に分けられます。中等症1は息切れや肺炎の兆候が見られる状態、中等症2は酸素吸入が必要な状態を指します。それを踏まえて見ていただきたいのがこちら。これはアメリカで内科医として活躍している安川康介さんが、コロナの症状について一般の人が持つイメージと医者が持つイメージの違いをイラストで表したものです。これを見ると、中等症については人工呼吸器はつけないものの、肺炎が広がり、今までで一番苦しい状態であることが分かります。この状態を人生の中で最も苦しい症状だったという人もいるし、まるで溺れているように死ぬほど苦しい状態だったという人もいます。いずれにしても自宅療養なんてやっている場合ではないことは確かです。もちろん専門家の中にも、中等症は入院させるべしとの意見があるのは言うまでもありません。そして一人暮らしの中等症患者がひとたび症状が悪化した場合、連絡すらできない状態になるだろうことは論を待たないと思います。菅政権による医療体制の大転換は、患者の多い地域では重症患者、重症リスクの高い患者しか入院させないというものですが、これは大きな問題をはらんでいます。第一に、重症化リスクの高い患者は入院と言っている割にはその定義は曖昧です。そしてそれに伴って家庭感染のリスクがある人はホテルの宿泊療養を認めると言っていますが、やはりその定義も曖昧です。そういった諸々の定義や基準、医療スタッフの確保までを菅政権はこともあろうに自治体に丸投げしているんです。そして医療スタッフの一部は東京五輪に取られているといった現実もある。つまり菅首相は東京五輪を継続したままコロナ対策の失敗と医療崩壊を認めたようなもの。今日本にはこのように大敗し倒錯した不毛な状況が横たわっているんです。以上の点を踏まえ、これまで1年半もの間菅首相は一体何をやっていたんでしょう。危機的状況にありながら現在国会は開かれておりませんし、菅首相は開こうともしていません。菅首相は日本は日本独自の医療体制があり、また法律の問題もあって医療機関に対してコロナ患者の受け入れなど強制できないといった間抜けなことを抜かしています。しかしその医療の法律を整備するのはまさに政治の役割です。菅首相は何かやったのか。例えば医療法を改正するなどしてコロナに対してドラスティックな改革をやったでしょうか。菅政権の下ではコロナのベッドが多少増えただけ、既存の医療体制はそのままです。つまり菅首相はコロナに対して何にもやっていないんです。しかも国会で審議することもなく医療体制の大転換をやっている。田村厚労省は空きベッドを確保して重症患者をスムーズに入院に移行するためだなんて言ってますが、それは詭弁です。菅政権は結局コロナに対して何もしていないんです。大丈夫ですか皆さん。このままでは菅首相に殺されますよ。今現在の日本、今現在の日本、今現在の日本、今現在の日本ってとんでもないことになっているのが、皆さんお分かりでしょうか。今回の菅政権の医療体制の、大転換っていうのはもうまさにそうなんですね。東京五輪を継続しながら菅首相はコロナ対策の失敗と医療崩壊を高らかに宣言したようなものなんです。これって大いなる矛盾ですよね。しかもこれは日本人が五輪にもう浮かれている中でどさくさ紛れに決定した大転換です。またですね、東京五輪を継続しながら東京を中心とした首都圏は緊急事態に突入していると。これも大いなる矛盾ですよね。しかもですよ、東京五輪で海外からいろんな外国人を呼んでおきながら日本国内では不要不急の県外移動だとか、あとお盆の帰省なんかもやるなと、そんなことまで言っている。これなんかもう矛盾の最たるもんですよね。間違いなく8月いっぱいはコロナの感染者はもううなぎ登りになるはずで、おそらくパラリンピックは中止になると思います。もう今の日本ってディストピア感満載なんですよね。なんだかもう暗黒小説を読んでいるような気分になります。で、僕はもう半世紀以上も生きているんですが、ここまでひどくなった日本社会っていうのはもう初めての経験です。それだけ今の日本社会はひどいと思いますね。皆様はどのようにお感じでしょうか。それではまたお会いいたしましょう。